子育て副業ランニング。はい、どうもソータです。今日もう3月10日、だいぶ暖かくなってきましたね。最近朝ランで走ってると菜の花、咲いてて、もうこんな季節なんだって思い知らされましたね。だいぶ昼間も暖かくて、だんだん走りやすくなってきてるかなと思います。で、今日何の紹介するかっていうと、本当におすすめの、最強イヤホン、もう僕2年ぐらい使ってるんですけど、ご紹介いたします。ランニングにとっても最適っていうのもあるんですけど、もう一つすごい機能があるので、この後ご紹介していくので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。で、どのイヤホンかっていうと、はい、これです。ソニーの WS623 っていうのを紹介していきます。これもう2年前ぐらいに購入して、ずーっともうランニングの時だいたい9割ぐらいつけてるんですけど、これ僕さっき最強イヤホンって言ったんですが、実はこれウォークマンなんですよね。ウォークマンなんです。まあ、イヤホン、まあ、ヘッドホン一体型のウォークマンっていう風な位置づけなんですけど、一応 Bluetooth が使えて、スマホと連動して、音楽が聴けるっていうのもありますし、まあ、ウォークマンなんで、この中に、音楽入れて、これだけで音楽聴きながら楽しめるっていうのが、これの最大の特徴ではあります。こちら、何がおすすめかっていうと、2点おすすめがあります。一つ目としては、スポーツ中にブレないっていうことです。これ一番大事ですよね。僕、このイヤホンを買う前は、iPhone についてきてた、線が繋がるタイプのイヤホン使ってたんですけど、あのタイプだと、ポロ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 落ちたりとか、やっぱ、ビヨン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 紐がなってしまうっていうことで、ワイヤレスのイヤホン探してたんですけど、これ本当に、装着感すごいフィットして、これ、こう耳の後ろにこうやってつけるんですけど、こうやると、とってもすごい装着、ぴったりはまってすごい装着感がよくってブレないっていうのが、利点おすすめの一つ目です。これスポーツ中に全然ブレないので、とってもおすすめです。家電量販店にもしかしたらまだ、あるかもしれないので見本本当はめてみてください。本当にすごいフィットして、全然ブレないなっていう感じ。もちろんこうやって帽子かぶるとよりブレにくくなるので、帽子とセットで、つけてもらったらよりもう本当にブレないなっていう感じがあると思います。一応付属で、こういう調整バンドっていうのもついてくるんで、僕はちょっと頭が大きいので、全然これでぴったりなんですけど、この調整バンドをつけることで、より、ブラブラしてるなっていう感じがある人でも、調整できるっていう形になってます。一応こうつけてみますね。こうやって、ここの穴、この穴のとこにえのきの頭みたいなとこを通すことで、こうやって調整バンドをつけて、イヤホンをつけた後にここでまた調整バンドで調整して、短くこうできるっていうタイプになってます。まあこれ僕はつけずに走ってるんですけど、これ、頭が小さい人でも、しっかり合うようにできてるみたいです。はい、こんな感じで調整バンドっていうのもまあ簡単に外れるので、試してみるっていうのもいいのかなと思います。二つ目っていうのは、これが一番びっくりしたところです。これ、トライアスロンも使える水陸両用っていうことですね。水はもちろんのこと、海水でも使えるっていうのがすごいなって思いました。一応公式ホームページの方には2メートルの水深を30分以上つけてても、壊れなかったっていう風に書いてます。なので、しっかり防水機能あるように作られてます。ですけど、この、イヤーピース、ここですね。これが水用。今僕がつけてるのも、水の中につけていい用のイヤホンのこのゴムになるんですけども、また後でこのゴムの種類も紹介します。はい、そんな感じで水の中でも、音楽聴けたりできるっていうのが、とてもすごいポイントではあります。なんで、この2点、本当にブレないっていうところ、フィット感がすごいあって、運動中に全然ブレないっていうところと、2個目として、水の中でも使える。水の中で使えるっていうことは、本当に防水機能しっかりしてるんで、雨の日も大丈夫ですし、汗にも強いし、さらにランニング終わった後に僕はババッと水洗いして、パッて
あの洗面台で干しておいて、あとで充電するっていう形で使えるので清潔に保てる、まあこの今のこのコロナの時代にもとってもいい、イヤホンになってます。そんな感じでこのウォークマン、おすすめポイント2つ紹介しました。でここから、じゃあ概要に移っていきます。値段としては 15,268円税込みっていう形で、まあ 15,000円台の、ウォークマン、まあこれウォークマンなんで、まあウォークマンとしては割と割安の値段なのかなと思います。まあイヤホンからして1万円超えるっていうことはちょっと高めなイヤホンではあるんですけども、本当に気に入ってる、イヤホンではあるので、もちろん携帯なしでこれだけで走りに行くっていうこともできるので、本当あの走りに行くとき9割方こいつ使って、行ってるので、とても気に入ってます。はい、で623のシリーズに至っては、3種類、色がカラーバリエーションがあります。このライムグリーンっていうのと、あとブルーとブラックっていう形で3種類あります。僕がなんでこれ選んだかっていうと、単純に緑が好きっていうのもあるんですが、大迫傑選手が、記事で、これの色を使ってたので、これもうとってもかっこいいなと思って、それに一目惚れして、これを購入しました。重量、重さっていうのは 32g で、本当に、全然重くない形にはなってます。もちろんもっともっと軽い、ワイヤレスイヤホンっていうのはあると思うんですけど、これ 32g 軽くって、まあ、フィット感がそもそもいいので、全然あの重さを感じないですね。耳にこうやってかけるタイプなので、ここにかかってる分、だいぶ、重さっていうのは分散されて感じない風になってます。で、先ほども言ったように、装着感はとっても良くって、調整バンドもついてるので、いろんな人に合わせたサイズ感っていうのが調整できるかなと思います。まあこんな感じでしっかり、装着できているっていう感じになってます。最初はあの付け方っていうのがあのパッて置かれていると、僕も最初これエディオンで見た時にどうやって付けるんだろうって思いましたけど、まあしっかり慣れると簡単に、まあここに R とか L とかっていうのが、もうだいぶ使い込んで消えかかってますけど、R とか L とかっていうのが書いてあるので、こう RL 持ってもらって、このまま上にこうイヤホン上がるようにして耳にこうカチャカチャってかけると簡単につくっていう形で、まあ慣れてくるともう全然普通につけれるようになってくるので、装着感がいいっていうのはおすすめポイントで話した時みたいにやっぱり大きいポイントなのかなと思います。623は 4GB のストレージ容量があります。なんでこの中にだいぶあのいっぱい曲入りますね。まあ僕そんなに入れてないんですけど、なんでまあちょっとだけ入れてるかっていうと、まあスマホを僕つないで Bluetooth でつないで、だいたい YouTube であったりとか、まあクラブハウスであったりとか聞きながら走るんですけど、その時にスマホの充電が切れかかってたりとか、まあ、あまりいい配信がない時っていうのは、この中の曲を、パッと Bluetooth 切って切り替えて、曲聴くためにも使ってます。なんで、ちょびっとだけ好きな曲入れてますね。はい、そんな感じで、4GB あったら十分かなと思って、623買いました。で、もう一つ、スポーツする上でとっても大事な機能として、外音取り込み機能っていうのが、これは備わってます。ロードで僕よく走ってるんですけども、ロードで走るとき、やっぱ外の音っていうのが聞こえない、これ塞いでしまうので、完全に耳を塞いでしまうので、外の音が聞こえないととっても危ないっていうことで、外音取り込み機能っていうのがついてて、この左側の、下のこの色が変わっているボタンのとこを長押ししてもらうと、外音取り込み機能っていうのが、作動して、外の、音っていうのを拾いながら、走ってくれるので、もしあのクラクション鳴らされたりとか、まあ、声かけられてもこれしてても聞こえるっていう状況になってます。本当にこの外音取り込み機能っていうのすごいんで、びっくりしました。耳完全に塞いで音聞こえない状態なんですけど、外音取り込み機能オンにすると外の音も聞こえるっていう形で、とてもいい機能になってます。そのおかげで、これマイクがその外音取り込みのためについてるんですけど、電話がかかってきてもここでハンズフリーモードでピッてやると取れて、ここで電話もできるっていう形になってます。で先ほどおすすめのとこでも挙げたように、防水機能っていうのは IPX5 っていう風になってます。さっきの IPX5 っていうのは、水中につけたらダメなぐらいの機能なんですけど、この、イヤーのここだけ変えると IPX8 まで上がるっていう風に言われてます。通常モードだと IPX5 なので必ずイヤーピース変えないといけないんですが、変えることで水中
中にも丈夫に耐えれるようになる IPX8 まで上がるっていう形です。もちろん防塵もあるので、まあ、砂煙であったりとかも、大丈夫っていう形になってます。で、気温としてはマイナス5度から、45度まで耐えられます。なんで、まあ、日本の気候であったら、まあ、大体の場合は作動するかなと思います。僕岡山県に住んでるので、そこまで寒くもならないですし、そこまでめちゃくちゃ暑くもならないので、こいつで温度で止まったっていうこと、オーバーヒートであったりとか、冷たくて作動しなかったっていうことは今まで2年間使ってきて一度もないです。で、気になる機能としてやっぱり稼働時間っていうのがあると思うんですけど、 Bluetooth モードだと4時間ぐらい持ちます。なんでフルマラソンだったら、僕だとこれ、普通に Bluetooth モードで繋いでても、完走できるかなっていうぐらいあります。で、 MP3 を聞く、まあ、ウォークマンの普通のモードだと12時間連続再生可能なので、まあ、12時間使えるっていうことはマラソンであったりとか、まあ、ウルトラでも、しっかり使えてくる機能、まあ、稼働時間ではあるのかなと思います。まあ、とても、稼働時間も長くて、便利な機能になってます。で、マックス充電までは 1.5 時間あればマックスまで充電できて、なんといってもすごいのがクイック充電っていうのがあって、普通に充電3分間するだけで60分稼働できるぐらいまで充電が溜まるっていう風に言われてます。朝、あ、やべ、充電するの忘れてたと思って3分間準備する間にパチンって充電してるだけでも、まあ普通に60分ジョグはできるぐらいまで回復してくれるので、すごい助かってます。充電器としてはこの USB-A タイプがついた充電器になってます。これやっぱ防水機能があるんで、カパって開いたりとか穴があるわけじゃなくて、ここの右側のこの端子のとこをここにカチンって差し込むだけで、充電できて、こっち USB-A でつなげるっていう形になってます。で、この、充電してるこの感じで、まあこれで iPhone と一緒でこっちに電源プラグさせば大丈夫なんですが、このままパソコンにつなぐことで簡単に、音楽を入れることもできるので、 CD からも音楽入れれるので、とても簡単にウォークマンと一緒で、操作できるっていう感じになってます。同じような機能のタイプでこの623以外にも625っていう、もう一個上のモデルがあるんですけども、価格帯として19,800円と、5000円ぐらい高い価格帯であります。何が違うかっていうと、ストレージ容量が違います。これ 4GB なんですけど、それ625っていうのは 16GB まで入るって言われてるので、とっても曲いっぱい入るんで、まあ、Bluetooth で使うんじゃなくて本当にウォークマンとして純粋に、使うっていうのであれば625もおすすめかなと思います。まあ、625の後もう一つ、大きいこれとの違いっていうのは、リングっていうのがついてて、まあ、ここの指につけて再生であったり、一時停止であったり送りであったりができるっていうことを、書いてます。ですけどこの623っていうのは、ここら辺にボタンがいっぱいついてるので、右であったらここに電源ボタンついてますし、再生停止ボタンで、こちらに、曲送りボタンだから長押しするとアルバムが変わって、ピッて短い押しすると、曲送りできたりとか、こっち側左であったら音量のプラスマイナスがあって、先ほど言った外音取り込み機能の、切り替えがあったり、ここ長押しすると Bluetooth が、切れるモードになってます。はい、そんな感じでボタンいっぱいついてるので、まあ慣れれば、623も、リングなくてもここで普通に、つけてる間に、走ってる間に、あー、なんか配信終わってしまったな、なんか暇だなって思うと、ここ長押しして Bluetooth 切ってみたりとか、しっかり曲を送ってみたりとか、ちょっと音が聞きにくいなっていう時はプラスをしてみたりとかもできるので、慣れてくると全然イヤーピースなくても623で十分なんじゃないかなって僕は思って、623、買って大満足している状況です。で、625っていうのは黒しかないみたいなので、まあ623、このグリーンが、まあ、大阪スクール選手の影響ですけど欲しかったんでこっち選びました。まあ用途に合わせてやっぱ容量いっぱい欲しいよって人であったりとか、やっぱリング欲しいなっていう人は625選んでいただければ、まあ5000円しか違わなくて、それだけ容量大きくなるので、そこは625選んでもらってもいいのかなと思います。はい、でイヤーピースっていうのが、僕耳のサイズっていうのが片方ずつ
つ違うんですけども、イヤーピースっていうのが3種類入ってます。で、水の中で使えるようなイヤーピースと、まあ、水の中じゃなくて普通に使うようなイヤーピースっていうのが2種類で3個ずつ入ってるので、僕左右耳のサイズちょっと違うんで、そこも使い分けできるっていうのも大きいポイントであります。まあ、イヤーピースとしてはこういう感じで分かれた袋で入ってきて、色によって大きさが違うんで、ぜひぜひ皆さんもいろんな店頭で見てみてください。こういう風に水色であるのが大きいイヤーピースであったりとか、ここのオレンジ色であったら、オレンジ色であったらちょっと小さいイヤーピースであるっていう風に、こうやって大きさがちょっと違うっていうのがあります。で、この、こっちが塞がってるのが、水用のイヤーピースになってまして、で、色が普通のやつと水用のやつと一緒なんで、大きさが色が同じやつは一緒なので、すぐ変えるの時にも分かりやすいって感じ。こっちが普通用、こっちが、水用っていう形で、ちゃんとイヤホンの中に水が入らないようになってます。まあ、僕もザザって洗いたいんで、いつも僕は水用のやつをあえてロードでもつけてるんですけど、やっぱり音はちょっとこもるかなぐらいの感じなんで、まあ、気になる方は普通用のイヤーピースつけて、しっかり聞いていただければいいのかなと思います。そんな感じで、大きさっていうのも本当に、人それぞれ耳の形ってあると思う、耳の穴の形ってあると思うので、しっかり、3種類選べるっていうところもとってもいいポイントではあるかなと思います。はい、そんな感じで、いろいろまあ店頭でも、つけていただければ、装着感であったりとか、まあ塞がれた感じっていうのは分かりやすいかなと思います。はい、そんな感じで概要っていうのはこんな感じなんですけども、本当に水の中で音って変わらず聞こえるのっていうのを、試してみたいと思います。それでは、水の中に、一回使ってみようかなと思います。それでは、行ってきます。はい、こんなご時世なんで、プールとか海とかなかなか人が集まるとこ行けないんで、自宅の風呂で、試してみたいと思います。イヤホンじゃあ準備して、かけます。まずは、右側のこの電源ボタンを押します。そうすると緑にこうやって光るんで、こうすると電源ついてるんで耳にかけていきます。イヤホンのこのイヤホンジャック、しっかりこの水専用の穴が塞がってるやつ使ってくださいね。これ使わないと、故障の原因になるんで、しっかりこれをつけていきます。はい、つけました。で、しっかりこういう感じで耳にかかっていれば、ずれないですし、フィット感がとってもいいので、しっかりつけてみてください。で、お湯、じゃあ水に入っていきます。じゃあ再生ボタンを押します。今流れてます。はい、そんな感じで流れてる状態で、じゃあ入っていきます。着水。はい、すごい聞こえます。こんな感じで、しっかり、陸で聞こえてるのと一緒の感じで水中でも聞こえるので、とっても役に立つイヤホンだと思います。プールで普通に使えますし、海でも、海水でも大丈夫みたいなので、ぜひぜひトライアスロンされる方でも、練習中使えればなと思います。外音取り込み機能もあるんですけど、水の中ではあまり音聞こえにくくなってるなって印象なので、まあそこはあまり期待できないんですが、しっかり水の中でも音聞こえるんで、本当に、ここが、メリットだなと思います。それではまとめいってみましょう。はい、そんな感じで、まとめに入りたいと思います。まあまとめとしても、やっぱりこれってすごいところはやっぱブレないっていうところですね。装着感がすごい良くって、ブレないっていう時に、だから、ウィンドスプリント走であっても、インターバル走であっても、トラック練習、っていうスピードがある練習でもブレないっていうのが本当にとっても気に入ってます。ノンストレスで走れる、これ気にしなくて走れるっていうのはとてもいいことなのかなと思います。あとはやっぱ外音取り込み機能ですね。外音取り込み機能があることで、やっぱり安全っていうのは、必ずランナーさんには大事だと思うので、他のスポーツしててもやっぱ外音取り込み機能っていうのはすごい役に立つかなと思います。
あとは、まあ、稼働時間、しっかり、保てれるので、ウォークマンモードだと12時間持つので、長い時間できますし、簡単に充電もできるっていうところ。あとは、やっぱり何と言っても、防水機能ですね。スイミングする人はもちろんなんですけど、なかなかスイミングできるイヤホンってないですし、ババッと、運動後に洗える、スイミングしない人でも、ババッと運動後にババッと洗えるっていうのが、清潔に保てるっていうところで、本当に、スポーツに、いいイヤホンかなと思っております。はい、そんな感じで、ソニーの WS623 っていうのは、本当におすすめ。これ2年間使って本当におすすめなんで、これ以上のイヤホン今僕スポーツの中では出てきてないと思ってるので、もしもし良ければ、おすすめなんで、ぜひ、試してみてください。その他にも本当にこれ、ランニング中におすすめだよっていうイヤホンがあれば、ぜひぜひコメント欄にコメントしていただければと思います。これ本当に、WS シリーズっていうのは2017年から、出てないので最新モデルが、もうぜひぜひソニーさん最新モデル出してほしいかなって思ってます。なので、今回もこれ、紹介しようかなと思って改めて、紹介させていただきました。はい、そんな感じで、気に入ってるイヤホンあれば本当に皆さん教えていただければと思います。はい、そんな感じでこのチャンネルでは、僕理学療法士っていう体に詳しい仕事をしているので、ダイエットであったりとか障害予防っていうのについて、更新していければなと思っております。この中でもフルマラソン3時間切りサブ3を目指して、頑張っていく練習動画や今日みたいにランニングに関わる、動画も上げていこうかなと思いますので、ぜひぜひ、よかったなと思う方、応援してくださる方は、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ぜひぜひコメントもお待ちしております。あと、インスタグラムにも朝活最近しててランニングしっかりしてるので、見張っていただければと思います。概要欄にインスタグラムも貼ってるので、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わろうと思います。それでは失礼します。